鉄の玉が正義の証明貫けば英雄に近づいたその目を閉じて触れてみれば同じ形同じ体温の悪魔僕はダメってあいつはいいのそこに壁があっただけなのに生まれてしまった定め嘆くな僕らはみんな自由なんだから鳥のように羽があればどこへだって行けるけど帰る場所がなければきっとどこへも行けないただただ生きるのは嫌だ世界は残酷降り散る情景テレビの中映画に見えたんだ戦争なんて愚かな競合関係ない知らない国の話それならなんであいつに組んで黒い気持ち隠しきれないわけ説明だって